関月一等悪霊斬り新州知味編異劇は、谷常雄による伝記小説。新州知味編の登場人物の関月一等を主人公としたスピンオフ作品。元六十三年。江戸の人気演奏主書きの関月一等は、ある日、数人の浪人に襲われていた女性を助けたことから、事件に巻き込まれてしまう。その女性は、佐竹藩の腰元であり、関月に、 佐竹藩の秘密を預かってほしいと謎のタロットカードを渡される。折しも、江戸では佐竹藩御用達の商人の娘たちが次々に神隠しに会い、さらに佐竹藩の重臣、武田陣内が暴殺される事件が起きていた。寒月は成り行きで助けた陣内の娘、香織のために事件の首謀者を探すことになった。 事件の裏に、佐竹藩主の座をめぐるお家騒動や吉原の大棚、稲本郎の夢庵による人身売買があることを突き止めた関月だったが、夢庵の手下、黄昏影年によって香りが連れ去られてしまった。関月は香りを救うため、単身、夢庵の屋敷に乗り込む。1989年に、関月一東悪両切りのタイトルで、OVA としてアニメ化されている。 同じくアニメ化されている、新週地味編では、関月一党役は安原義人が、朝倉役は村国主体らが演じているが、本作ではそれぞれ別の声優が演じている。流進ネマでは、インサイトご表記されている。関月一党枠料切りに関するカテゴリー。ありがとうございます。